千葉県千葉市中央区にある歯医者 MF デンタルクリニックの安田です。今回の質問ですが、40代で歯を全て失う人の共通点とはという質問にお答えしたいと思います。40代で歯を全て失う方というのはあまりいません。やはり歯を失う原因として考えられるのが虫歯の治療、虫歯だったり歯周病、怪我、交通事故などもありますが、そういうのはごく稀だと思ってください。やはり虫歯と歯周病、ただ純粋に虫歯、歯周病の進行によるもので歯を失うことはあまりありません。だいたい痛くなったので歯医者さんに行きます。歯医者さんの治療を受けている最中に忙しいから、面倒だからと言って治療を中断される方は、やはり40代でもそういえばに近い方というのは言う方はいらっしゃいます。なのでまず歯医者さんに行こうと思ったら治療中で中断をしないで、治療中ではなく少なくとも忙しいからこの歯だけでという意思表示をしていただければ、こちらもそのように治療計画を立てますので、治療中の中断ではなくて、治療が終わってその歯だけ終わってちょっとしばらくまたと間を空けて間が空きますけどというような形で治療を再開っていうふうにどうしてほしいなと思います。細かいご質問ご相談はコメントいただければお返ししたいと思います。